この施設は史上初の未成年の滞在機能を備えた宇宙ホテルです。ルナティックを起こして地球人を絶滅させてやるんだ。また NASA に怒られるよ。 UN2 が知能リミッターを義務付けているのはルナティックを防ぐためなんです。フォロワー数10万をバカにすんなよ。ネットの噂では何かの実験をしてたらしいけど、当施設へのハッキングは禁止って言ったでしょ。人工知能法違反を発見しました。安全だって言ってたじゃん。ここももうじき人間がいられない場所になる。彗星が来る。お前たちを必ず生かして地球に返してやる。行くぞ。これは意図されたテロの一部です。ついに始まったポエムの最終章。あれは救助船じゃない、攻撃戦だ。人類の 36.79% を殺処分するべきだと。そんな時こそこのビッグウェーブに乗らなくては。セブンも同じことを言ってました。未来は全部セブンポエムで決まっていたの。コロハ終わらない。私たちは皆さんのお役に立つことができましたでしょうか。